ええ加減せよ。ドルオタ。ドルオタ。もうね、うるさくてしゃあないわ。ブン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 飛び回って。ここが、アニメの話をする場所です。アイドルに誰も興味ありません。ことの発端はですね、半年前に私が投稿した動画、学校暮らし実写映画大反対動画によるものなんですね。学校暮らし、もう皆さんね、ご存知だと思います。我々が大好きなテレビアニメ学校暮らし。もう大人気コミックで250万部売れて、テレビアニメも大ヒット。もうみんなのかけがえのないテレビアニメ学校暮らしですよ。みんなのみーくん。その学校暮らしがね、もうね、実写化だと。実写映画が。もういつものやつね。ニセ恋のなんか変なのとかね。評価の広瀬アリスの衝撃。エルタソ30代で登場してくる広瀬アリスの衝撃みたいなさ。あれが帰ってくんのかと。また実写映画で。しかも可愛い可愛い学校暮らしでと。もうテンション爆下げ。でもね、ただのね、実写映画だったらね、まだね、ジャニーズ売りとかだったらね、まだいいんだけどさ。今回さ、特にひどくて、秋元康、アッキーがね、老害豚ちゃんで、老害豚野郎で同じにね、秋元康が、まあ、それプロデュースして、AKB のオーディションを落ちた女の子たちで、なんかラストアイドルだなんだっていうユニットを組んで、そのアイドルたちがもう入ってるみたいな。もう4人とも全員アイドル。で、演技経験ほぼない。もう映画もドラマもほとんど出演経験もないっていう、AKB の二軍みたいな感じなんですよ。AKB がもうだって三軍ぐらいなもんじゃないですか、実際ね。この平均レベルというのは。それを考えたときに、もうこれはもういても立ってもいられないということで、半年前にもう僕はボロッカスに言いましたよ。ボロッカスだと。金稼ぎで学校暮らしを使うなと。ね。本当の声優、イノリンとか真央さんが出た方が何倍も面白いと。何考えてんだと。いう話をしたんですよ。で、それは本当動画でもね、皆さんの共感を得れました。もうみんながもう本当共感。当たり前よね。さ、当たり前よね、と。テレビアニメしか無理だから、学校暮らしちゃん。作るの無理なんだから。そして、僕は YouTube にね、予告が公開されたんですよ。もういい度胸してますわ。YouTube は、学校暮らしの実写版の予告を公開して、それもみんなでバッとボタンバーってみんなで押されてて。で、俺は、もう、あれですから、もう、筆頭株主ですから、今、実写版学校暮らしのもう、左右する筆頭株主で、コメントがね、一番上に来てるんですよ。その実写予告の。一番最初に目につくコメントに僕は何て書いたかというとですね、ちなみに1000グッドぐらいされてたのかな。1話のラストの衝撃が面白いのに、それをなんで予告で見せるんですか？バカにしてるんですか？と。そりゃそうよね。テレビアニメ1話をパッて何気なく萌えアニメだと見て、1話のラストであのシーンが来るから、学校暮らし最高なんですよ。そこが学校暮らしの一番最高なとこなんじゃないですか。それを予告編で見せるんですよ、実写映画。もうバカにしてるな、こいつだと思って。で、これもみんなからバーってもう、グッドボタン押されて、学校暮らし実写化大炎上みたいな記事がね、まとめ記事、アフィブロガーのまとめ記事にまとめられた時にも、僕のコメントが一番上に来て、もう本当に筆頭代表になっちゃったんですよ。そこにですね、もう僕は大満足。もう、公開前からもう、よし、ぺしゃんこにしてやったぜ、ぐらいに思ってたんですけど、ちょっとね、公開が25日かな ?1 月25日に始まってから、僕のチャンネルのコメントにね、タグエンさんと、学校暮らし見ましたか？みたいな。学校暮らし意外と良かったですよみたいな、なんかちょっとさ、変なのが現れだしまして、ちょこちょこ、もう僕はアニメチャンネルですからね。もう野暮なことやめてくださいよ。そしてね、この僕がさっき打ったコメントのね、返信でね、こんなのが来たんですよ、3日前に。誰だこれ。実写化良かったから、コメント消すなら、今のうちだぞ。アニオタども。度胸しとるやないかと、本当に。もう俺絶対見る気もなかったけどね。もう動画にする気もなかった。動画にしちゃったらもうこれもうみんなが気になっちゃうし、逆に叩いてやろうみたいな、芋現象みたいなことが起きちゃうから、気になってとりあえず見ちゃうみたいなことがあるから、もう宣伝もしたくなかったから、俺絶対取り上げる気なかったね、動画でも。そしたらもうこんなコメント来たから、もう逆にですね、もうコテンパンに、もうぺしゃんこのぺしゃんこにしてやろうと思って、今日先ほどね、見てきました。もうガラガラ。
ガラガラです。映画館ガラガラ。300席ぐらいあったんですけど、7席ぐらいかな、多分7席ぐらいしか埋まってなくて、あーもうこれもう非常にもその光景でご満悦、あここが一番多分この映画の一番面白いポイントなんだろうなと思って入ってて、悠々と入ってて、もうど真ん中、真ん中ど真ん中を座れて、よしよし一番いいポジションで一番最低な映画を見てやろうと思って公開始まったわけですよ。そしてですね、まあ今回はもう感想の方をですね、もう本当にぶった切っていこうかなと、もうガチで正直な感想しか言いません。今日に関してはもう皆さんのニヤ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 お楽しみだと思うんですけども、私のまずね第一声、めちゃくちゃ面白かったです、すいませんでした。秋元康大先生、老害は私の方でした、老害アニオターは私でした、すいませんでした。ラストアイドルの大女優の皆さん、本当にすいませんでした。学校暮らしスタッフ、キャスト制作陣の皆様、本当に申し訳ございませんでした。学校暮らし実写映画化していただき本当にありがとうございます。いや本気でね、これめちゃくちゃ面白いですね。あのテレビアニメと漫画を見てる人も絶対楽しめるし、初めて見るって人も 100% 楽しめるっていうぐらい、もう自信を持って面白いなって言えるぐらいですね。あの僕はアニメ映画で見るんですよ。アニメ映画を見に映画館に月に 3,4 回は通うんですけど、実写っていうものは見ない。もうドラマもテレビドラマもそうだし、あの映画の実写の映画なんかはもうなおさらね、お金を払って見ないから、 5、6年ぶりぐらいに今回実写映画を見たんですね、学校暮らしの。それで、まあ感想なんですけど、テレビアニメとの違い、まあもちろんストーリーっていうのは一緒です。テレビアニメのワンクール分を、1時間45分の実写映画にしてるっていうだけなんで、シナリオ的な部分で言うとほとんど一緒。ちょっとオリジナルは入ってますけどね、まあそれもいいオリジナルなんですけどね。でテレビアニメの方がやっぱり明らかにあの演技力は優れてます。どう考えてももう皆さんの声優さんたち当たり前ですよね。もうそっちの方が ものすごくナチュラルだし、キャラクターも動いてるんですね、その通り。だからテレビアニメの方がもちろん演技力はいいです。実写の方はやっぱりまだ慣れてないから、天才テレビくんのミニドラマを見てるような感覚です。ものすごくなんか臭めですね、そこら辺は。だから前半10分っていうのを見た時に、あこれとんでもねクソ実写映画だなと思ったんですけど、テレビアニメでいうとこの1話のラスト、ゆきちゃんが、まあ、教室で一人で喋ってて、まあ、そのカメラがドーッと引いていって教室の全貌があらわになるっていうシーンがあるんですけど、そのシーンはテレビアニメでももうほんと屈指のワンシーンだと思うんですよ、ワン演出だと思うんですけど、実写映画の方が何倍も怖いですね。実写映画の方が何倍も素晴らしいですね。実写映画の予告編でそれは見せられてるんですけど、実写映画の鳥肌の立ち方半端じゃなかったです、僕の中で。でやっぱり実写映画の方が明らかに優れてるなと思ったところなんですけど、怖いんです。今言ったようにものすごく怖い。ゾンビのエキストラの方の動きとかもものすごく怖かったりとか、ゾンビがいきなり出てきたりとかもめちゃくちゃ怖いです。もううわーってなります、本当に。それがテレビアニメってそんな出なかったんですよね。まあもちろんそう脅かしたりとかするシーンとかね、攻めてくるゾンビとかあったんですけど、テレビアニメの場合だとやっぱりちょっとポップですから、うん。でどっちかというとテレビアニメの学校暮らしっていうのは日常系が結構強く出てたかなっていう12話だったんですよね、僕の印象で言うと。っていうところを考えたら、学校暮らしのメインテーマに沿ってんのは明らかに実写映画の方が、うん、はるかに学校暮らしでしたね、僕の中で。うん。そして、今言ったようにですね、日常系がちょっと強かったので、テレビアニメっていうのは12話やってて、僕の印象ですけど、やっぱりどうしても1話のラストがピークになりがちだったんですね。だからちょっと垂れるシーンって、垂れる回っていうとかもいくつかあったんですよ。それをですね1時間45分で実写映画やってるから、めちゃくちゃギュッと詰まってるのよ。だから本当に飽きるシーンっていうのもないし、全部のシーンがなんだろう、いい、全部のシーンがもう名シーンなんです、学校暮らしの。だから僕の中で皆さんにこの実写版学校暮らしの捉え方っていうのはこうやってほしいっていうのがあって、
最近よくあるじゃないですか、テレビアニメ12話やったりとか24話やったのを、映画で総集編でもう一回上映するみたいな。今だったらメイドインアビスとか、まあ、ちょっと前だったらコードギアスやってたりとか、まあ、ユーフォニアムもちょっと前にやってたりとかね、まあ、テレビアニメでやった内容をちょっと総集編とかね、まあ、オリジナルカット入れたりして、まあ、焼き増しして映画やるみたいなのあるじゃないですか。あれも、まあ、確かにいいんですよね。まあ、初めて入る人からしたら入りやすかったりもするんだけども、あれを見るぐらいだったら、学校暮らしの総集編の劇場版を見るぐらいだったら、もう明らかにこっち見た方がいいですよっていうぐらい、新しい学校暮らし、うん、テレビアニメでは出せない学校暮らしっていうのがもう存分に出てるんですね、この実写映画。だから本当にこれ本当に言っちゃダメだと思うんですけど、実写映画の方が面白かったです、僕は。うん、1時間45分の学校暮らし実写映画の方がめちゃくちゃ泣いたし、めちゃくちゃびっくりしたし、めちゃめちゃ鳥肌も立った、そのぐらい良かった。本当に。だから、まあ、アイドルさんだから、まあ、演技力についてはちょっといくつか言いたいことはあるけども、それをしょっぴいてもやっぱり学校暮らしという作品のシナリオがどんだけ優れてるのかっていうのを本当に際立たせてる、ね、一本でしたね。ものすごく良かったです。本当に、半年前自分が言ったことがもう全く違かったなっていうぐらい面白かったし、もう逆に罰ゲームとして自分への戒め懺悔として、半年前の動画をラストに流しますけど、どんなことを言ってるのかっていうですね、まあ、本当にぜひね、皆さんもこれこんなかんもう直角な手のひら返しはないので、僕自身もぜひね、気になった方は劇場ガラガラですんで、ぜひ見に行ってください。面白いです。というわけで、以上で学校暮らし実写映画が過去最高、学校暮らし史上最高の面白さだった件について語らせていただきました。秋元康先生、ありがとうございます。ここに仕立て上げてね、握手券という名のね、握手券という名のね、お札引き換え券をねばらまき散らしてね、まだ金稼ぎをやめない、あのブクブク、その稼いだ金でブク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 肉食べて、眼鏡かけてニヤニヤ笑ってドヤ顔してるあいつですよ。